皆さんこんにちは。パッチワークで布小物を制作していますチャビーママです。今回はポケットがたくさんついたコスメポーチをご紹介したいと思います。ファスナーを開けると折りたたまれたマチが出てきて、中のものがこぼれ出ないようになっています。たくさんのポケットやゴムバンドなどでお化粧品を立てて収納することができるので、とても使いやすいポーチです。それでは作ってみましょう。今回は12cm×12cm の正方形で、プレリークイーンという名前のパターンを作ります。一辺を3分割した正方形をそれぞれ組み合わせて9枚の正方形を作り、最後にその9枚をつなぎ合わせてパターンが出来上がります。縫い合わせるときは基本的に縫い代の端から端まで縫っていきますが、写真の赤い丸で囲んだところは後で縫い代を風車倒しにするので、印のところまで縫って縫い留めてください。全部縫い終わったらアイロンをかけて縫い代をしっかり倒しておきましょう。必要なパーツを裁断していきます。内側の土台布の裏には不織布タイプの接着芯を貼ります。表側のファスナーまちには片面接着キルト芯を貼ります。それぞれのパーツに接着芯を貼っていきます。こちらのキルトトップの裏には片面接着キルト芯を貼ります。表側のファスナーまちにも片面接着キルト芯を貼ります。内側の側面の布の裏には不織布タイプの接着芯を貼ります。キルトトップに落としキルトをしていきます。糸をあまり強く引きすぎると縫い縮んでしまって寸法通りの大きさが取れなくなるので気をつけてください。キルティングが終わったら、パイピングするバイアステープを縫い付ける線を引いていきます。描いた線から7ミリの縫い代を取って余分な部分を切り落とします。
側面布の片側にファスナーポケットをつけていきます。側面布の中央に印をつけて、この点を中心として10センチファスナーをつける線を描いていきます。真ん中の線はハサミで切り込むための線です。ポケット布と中表に重ねて四隅を待ち針で留めたら、先ほど描いた線の上をミシンで縫っていきます。ミシンをかけ終わったら、ハサミで真ん中の線を切っていきます。糸を切ってしまわないように気をつけながら、角まで切り込んでください。ミシン糸を切ってしまわないように、表側と裏側からリッパーを使って角のギリギリまで切り込みます。切り込んだところからポケット布を引っ張り出して表側に返します。四角く開けた穴の中に10センチファスナーを置いてミシンで縫います。待ち針で仮止めをすると縫いにくいので、手芸用ボンドを周りに薄く塗って仮止めします。ファスナーポケットの下に平ゴムを縫い付けます。ゴムの中央をミシンで縫い終わったら、両端も縫い代のところに仮留めで縫い付けておきます。反対側の側面にポケットを2つ縫い付けます。
ポケット口に端ミシンをかけておきます。大きいポケットの上にタックをつけた小さいポケットを重ねます。どちらも中央に印をつけて、最初に中央をミシンで縫います。縫い終わったら両端を揃えて、余った分はタックを作ります。タックにしっかりとアイロンをかけたら、周りをスケートで仮止めします。2つのポケットを土台布に仮止めしておきます。2つの側面が出来上がりました。周りはスケートで仮止めしておきました。はみ出ている角のところを切り落として、パイピングをするために整えておきます。それぞれの側面をバイアステープでパイピングします。ミシンでバイアステープを縫い終わったら、裏側に返して縫い代を折りたたんでまつりつけます。側面のパーツが2つ完成しました。ではここからファスナーをつけた通しまちを作っていきましょう。キルト芯を貼った表側の布と内側の布を中表に重ねて、片方の端をミシンで縫います。表布の残りの片方にファスナーを縫い付けます。端から7ミリのところをミシンで縫います。縫い終わったら広げてアイロンで縫い代を倒していきます。この時エレメントの上にアイロンが乗らないように気をつけてください。内側布の縫い代のところもアイロンで折りたたんでおきます。内側布をファスナーのミシン目のところまで折り上げて縫い付けます。ミシンで縫っても、裏側をまつり縫いで縫い付けても構いません。底まちを作ります。短い方の縫い代を折ってアイロンをかけます。
表布と内側布の両方の縫い代を畳んだら、中表に合わせて残りの縫い代のところをミシンで縫います。この時ファスナーを縫い付ける位置によっては待ち幅が5センチよりも大きくなっていることがあるので、もう一度印をつけ直します。ファスナーをつけた待ちと底の待ちが同じ幅になるように両端をミシンで縫います。ミシンをかけ終わったら、縫い代をアイロンで倒してから表に返します。ファスナー待ちの縫い代1センチを表側にも消えるチャコペンで引いておきます。この線に合わせて底待ちをかぶせてまつりつけます。ファスナーと底待ちをつけた通し待ちが出来上がりました。半分に折って中央の印をつけて、中央と中央の印を合わせて側面の中央にも印をつけます。ファスナー待ちの印と側面の印を合わせてしつけ糸で仮止めします。4箇所仮止めが終わったら、角の4箇所も仮止めしておきます。仮止めが終わったら、目立たない色の糸でコの字とじでとじつけていきます。側面はバイアステープの布だけをすくうのではなくて、中のキルト芯までしっかりすくって閉じつけていってください。
スナーまちをつけ終わりました。ここで完成でもいいのですが、今回はこのファスナーの間に扇形のまちをつけていきたいと思います。まち布を中表に重ねて返し口を残して周りをミシンで縫います。ミシンをかけ終わったら余分な縫い代を切り落とします。カーブのところには縫い代に切り込みを入れて角は切り落としておきます。角まできれいに表に返し終わったら、返し口は布用のペンタイプのりで留めておきます。出来上がった2枚のまちを本体に縫い付けていきます。反対側のまちも同じ位置になるように縫い付けます。ポーチを裏返しにしてもう片方も縫い付けます。両側のまちをつけ終わりました。表に返したら完成です。ファスナーのポケットや大小大きさの違うポケットがついて、整理しやすい化粧ポーチになりました。皆さんもぜひ作って使ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。